キリンの翼、東野圭吾。寒い夜のこと、日本橋の欄干にもたれかかる男を巡査が目撃する。男の胸にはナイフが刺さっていた。どうやら男は死にかけた状態でここまで歩いてきて力尽きたようだ。その後男は病院で死亡してしまう。加賀と松宮も参加して事件の捜査が始まる。その中、事件直後に若い不審な男が現場から逃走中にトラックにはねられ昏睡状態に陥っていることが分かった。彼が人殺しをするはずがないと否定する恋人。しかし彼の持ち物からは被害者が持っていた財布と書類カバンが発見される。そして被害者とのある関係が浮上したことから警察は不審な男を犯人と断定し裏付け捜査を進めてしまう。一方、被害者が部長を務めていた会社で労災隠しが発覚し、その責任が被害者にあることが公になる。このことで被害者家族は一転して世間、学校からのバッシングにさらされてしまう。果たして若い男は犯人なのか、被害者はなぜ瀕死の状態で日本橋まで歩いてきたのか。加賀と松宮はその真相に挑む。